こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も単行社の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は木々皆就職です。王石の野望詩に木々皆就職、山々ただ楽きとあります。意味は木々は皆秋の気配を漂わせ、山々はただ夕日の輝きを帯びるのみということ、秋の夕景色を言います。それでは今から木々皆就職を書いています。最後までご覧いただきありがとうございました。